朝倉に来るの、朝倉に来るの、朝倉に来るの。皆様ごきげんよう。いやいやいや、お疲れ様でした。お疲れ様です。どうでした？ちょっと前座4人を抑えるなんか思ったより動けなかったですね、やっぱ。いや、もう全然ダメだった。延長になるとダメだった。あー、確かに。なんかブレイキングダウンの戦い方がありますよね。最初なんか距離感が合ってなかった感じしました。でも長いのに対してあのブレイキングダウンの選手は結構コンパクトにガンガン来てたな。まあでも MMA ルールだったら全員勝てたと思うんですよ、間違いなく。確かに。で、その中でまあキックルールであの受けてもらえたのはまあ男気だったかなと思いますね。さすがにまたでも出てもらいたいです。頑張ります。絶対出ます。絶対勝ちます。もう嫌ですか？いやいやもう嫌ですか？もうこんなおじさん使ってもしょうがないしよ、もうボロボロで。いやだってアウトサイダーとの対抗は一番盛り上がってましたし、一番面白かった。うん、明らかに。もう最高でした。最高だよ、なってるんだったね。そうっすか。ニクルー選手はどっちを応援して？俺は確かに左側を応援してた。そうです。なんかもうコメントを聞いてて、いやちょっと朝倉くんそれちょっとひいき目すぎるなってなんかもうアウトサイダー愛なコメント出ちゃってるから、ちょっとそれはあの立場としてひいきすぎるぞって俺は思って。でも朝倉選手はそうやってアウトサイダー出身だからこっちの目で見てくるんだけど、あの優吾社長はブレイキングダウンを見てたから、まあそこは。あ、そっか、うん、でもやっぱり2人持ってるね。ああ、そうですね、やっぱり持ってる。きちっと勝ってくれるなんて。俺クセでタックルいっちゃって、あれだけはもうなんかほんとこの辺ごめんと思って。あ、遅くやん。いや、吉永君が一番分かってるじゃないですか。俺タックル行きたくないっつってても吉永君の試合ってもうクセでああやって入っちゃうんですよ、確かに。なんかそれだけはほんとごめんと思って、もうなんか素直に思いました。まあしょうがないですよね、体の癖なんで。プロ強いんじゃん。いや、絶対練習したんですよ。いや、もう絶対またね、出てもらいたいっていうか、うん、だから今回でちょっと試合感を取り戻した感もあるじゃないですか。次なんかやるんだったら、ちょっと心折れました。全然心折れてないんだけど、スタミナがないっていうのが一番きつい。意外だから舐めてた、うん、あ、そっかそっか。俺もやったことないんで、一打スイッチ入っちゃったんで。アウトサイダーがさ、ボコボコボコって立て続けに負けたじゃん。どんな感じだった？いや、めっちゃショックだったんだから。まさかそこボンボンっていくと思わなかったでしょ。でも逆に俺、アウトサイダー全勝だと思ってたんですよ。なぁ、はい、はい。だって、ブレイキングダウン選手って3戦ぐらいしかしないから、みんな。うん、でも、実績全然違うし。だからちょっと、複雑でしたね、めっちゃ。本当にコメント複雑そうでした。で俺なんか大人になったなと思って、でもそれを一生懸命柔らかく言ってたの。大人になった。悔しいですね。悔しいですね。めっちゃ悔しい。吉永さん。でも吉永君が勝って。そうですね。なんか、うん、そう。猿之助さんの場合なんかアウトサイダーが勝った感も出ましたけど、ね。やっぱ対象同士だから。うん。みんな口数少なくて、なんかもうちょっと明るい気持ちが。なんか皆さん思ったことありますか？あ、仕上げてちょっと一人一人ちょっと練習の仕方変えたいなと思って、またトライフォースお願いします。いきます。いや、樋口くんね、これね、3回か4回目なんですけど、じゃあ、こうで行きます。ちゃんと。ライジンの控室とかにいるんですよね、セキュリティで。そうですね。警備会社なんで。あ、そうですね。どうですか？うん、でも、めちゃくちゃ悔しいの、悔しいの。なんか、試合前は一番かっこいいよ、視聴者が。確かに。一番かっこ悪いよ、もう。2ラウンド目入った時、いけないんじゃないかぐらい疲れてた。へぇー、見えなかったですね、それは。あ、本当。外から見てる感じはまだ全然余裕そうだし、うわ、もうパンチも効いてたし、足も動かなかったら、気持ちも弱かったかもしれない。おじさんだから。入場曲が久々でなんか懐かしいと思って。10年ぶり。同じやつやね。でも挑戦できてよかった。そうですね。まあこのメンバーでアウトサイダーとしてやれたのがすごく嬉しかったですね。で、まあ朝倉君の今。盛り上げて今この日本の格闘技もあるんで、そこになんか挑めたっていうか、ブレイキングダウンに挑めたっていうのは楽しかったです。ありがとうございました。いや、なんかやっぱ楽しいなって
もう本当素直に楽しいなと思って気分高まってそれめちゃめちゃ生意気言って、なんなら相手をセコンドぶっ飛ばしてその先にいるレベゼンとかもなんか小名側にいたから降りてて全員ぶん殴るのかなこんなテンション上がっちゃってたんだけど、一回ちょっと冷静になって深呼吸した時も次はもう楽しい嬉しい気持ちいいとかなんか周りの声援とか聞いたらもう涙出てきちゃってもう気持ちが忙しくて、でもやっぱ舞台でも映画もドラマもいっぱいやったんですけど、どうしてもやっぱこのリングの上この興奮感を超えるものってマジでないんですよ、うん、なんか、ね、散々俺気持ち悪いとか名前聞いたら気持ちよく迎えてきてくれる、逆に朝倉君ありがとうってマジでお話ありがとうございますおっす。いやもう自分はまあ今回は本当真面目な子で、本当自分もちょっと舐めてたなと思って、まあ何回かのこの試合を見たに関してその自分もまだこう見てやった時とか全然動ける自分がいるのに、こういざ目の前にした時にパンチがこう見えてる自分がいるのかいないのかで、自分もこう一生懸命打ってんだけどそれがこう重いのか全然わけわかんなくなっちゃって、誰にこうちゃんと見返したら避けてるところは避けてるんだけど打てるところは打ててねえし、足とかがもうさなんか動かなくなっちゃって、あのガッとなっちゃう、動いてるな体老化してるみたいな、わかるわ、うん、何みたいな、うん、見てリップなのにみたいな、なんかもうちょっと全然動けた自分が イメージしてたのに、結局その自分が体って本当にそれで老化するってそういうことなんだな、もっとだから思ってる以上にやっぱりやらないと、うん、ダメでんじゃねえ、本当に、はい、すいません、そうだね、練習が足りないです、練習が足りないです、本当に、うん、自分では悪いですよ、やれちゃうみたいな思っちゃうから、そうなんだよね、全然1分って長かったし ねだから本当にこうもっとしっかりやってこなきゃいけない自分がいたなっていう、やっぱ眠ってない人が強いよ本当に、あれが出たよね、強さが出た最後に、まあ正直、まあ、悔しかったけど、まあ、最後吉永黒石2人でまとめられて悔しい反面気持ちよかったそれで、うん、やっぱり僕が最年少で43ですけど、まあ、悔しいけどこの2人がしっかり盛り上げてくれて気持ちはすげえなと思った。朝倉さんが言うようにもしも次回があるんだったらまた対策としても課題としてもいろいろ考えられるのかなって、でもありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、本当に本当に本当にありがとうございました、すげえ大会だよではお入りください、お願いします、ジュン氏、久しぶり、まあ、そうなんだ、そっちの席滑ってる、こっちの席じゃないの、入りたいけど、俺アウトサイダーに入れる身分じゃないじゃん、なんで席用意してあげるよ、いいよいいよ眠ってないんで、また来ました、飯田さんとかどうですか、飯田さん、あ、飯田さん、あ、体重、いいね、体重違うんです、体重いくさん、今は80ぐらいです、じゃあ75でどうすか、間取って、間、はい、いいですか、75がいいな、75でいいっすよ、じゃあ75でやりましょう、黒石です、大須よろしくお願いします、黒石さんとか何か興味ある人いますか、いや興味は誰にもないですね、お前瞬殺されてるだけじゃない、いやなんか俺ダメなんですよね、なんかこういうさっきみたいなノリとか笑っちゃうんですよ、なんかくだらなくて、やるよ、でも狂言だからなんだか知らないけど、お前修正されてるだけじゃないのか、いいよ、殺しちゃうから、やるぞ、あいや別に全然それは構わないけど、なんか昔みたいになんかオラーとかウラーとかもう言えないのよ、もう牙抜かれたんかお前も、
いやだからすげえなんかこれでいちいちカチンってこない俺もなんか自分になんかすげえちょっと腹立つな。引っ叩いたらカチンとくんのかな。引っ叩いたら俺殺すぞ。俺やってやるよって。なんだ悪くなっちゃってんだよねえ。だからそれも嫌なんだよ。なんかしょうもないんだよ。だからでも結局リング上がったらやるじゃん。茶番みたいのが嫌いなだけなんだよね。ずっと茶番してきてるだけじゃねえか。茶番なんかする気ねえからさ、花から。だからやろうぜ。できんの俺だけでいいじゃん。殺してるかね。俺あれに負けたら多分もう首くくりますよ。首くくって絶対に負けない。本当に申し訳ないけどそれだけは負けない。だって殺してるから7年やってないっつったってさ。だからなんだ。ちょっと違うもん。肩書きの方になってんの。あ、分かった分かった。もう当日になるよ。変わるからさ。浜野裕二です。今回ありがとうございます。アウトサイダー対ブレイキングダウンということで、さあもう超面白くなるのかなと。奥山川って言います。なんか、うん、アウトサイダーの選手僕リスペクトあるんですけど、うんうん、すげえそれ嬉しい、ね、今まで、うん、なんていうんですかね、どういう感じで人に迷惑かけてきたんですか。なんだろう、後で個人的に教えてた。まあ僕はやっぱりずっと強い人と戦いたいと思って来てたんで、ぜひ僕の方からお願いなんですけど、はいはい、試合させていただけないですか。ありがとう。対抗ってことで、okay、いいですか。ありがとう。じゃあよろしくお願いします。ありがとう。よろしくお願いします。おすおすいいですか。はい、萩原です。まあ、朝倉が言うように僕も10年間眠ってたんですけど、吉永君とか戦ってるの見てまた戦いの場に戻ってきちゃった感じで、まあ、出てきたからには昔みたいな喧嘩ファイトしたいと思います。以上です。ありがとうございます。名前何でしたっけ。なんか髪長い人。いや言われちゃった。失礼なやつだなお前。え、名前もう一回聞いていい。失礼なやつだなお前。自分から名前言う。てかブレイキングダウンのこの会場で失礼なことが当たり前じゃない。あ、なんか喋れ。俺その場所奪い取りたいわ。なんかこのかっこいいメンツの中に俺入りたいわ。お前じゃ無理だよ。入らせてくれよ。俺ライジ目指しててお前のこと踏み台にさせてくれよ。お前口の利き方も知らねえな。誰と戦って有名になったん一体。まあいいよ、やってやるよ。じゃあ質問に答えろ。やってやるよ。じゃあだから質問に答えろ。お前がその口の利き方ができんのは、うん、試合までだからな。ああ今、ああ今のうち言っとけ。今後のスターは俺やからな。分かった分かった。アウトサイダーの6065の元チャンピオンで朝倉選手と2回やってます、1勝1敗の樋口武宏です。自分10秒あればもう全員決められるんで、なもう前列何も雑魚ばっかじゃねえかお前。俺ウリタさんしか分かんないけど、まあ何米代で合ってる。ああじゃねえや。何だ。 あとあんたアイドルじゃないの。何ふんぞりかってそこ座ってんだよ。もっとアイドルだろお前。逆だろ俺たちは。ああ、何も言い返せねえのこの。あ誰だよお前。誰も知らねえお前。樋口ちょ俺とやろうや。10秒でいけるんだろ。え10秒でいけるんだろ。お名前は。購買2期。ああ俺とやろうや。おおいいね。どうすか寝技ありでいいん。10秒 OK。 基本キックルールですね。ああキックやろうや。何それ俺に喧嘩で勝てないっつってんの。じゃあもういやできるよ。あじゃあいいじゃん、10秒寝技ありでやろうよ。そんな俺なんかポンポンつけてストリートでじゃあそのポンポンつけてキックルールでやりましょうってないでしょ。うん、寝技ありでいいじゃん。 あれ朝倉海君とこでやってんすよね。あ、なにそれ喧嘩怖えの。このルールだけ寝技10秒にしてくださいよ。あ、まあお互いがいいなら。うん、お前俺に喧嘩売るってことはそういうことだからなお前。やばい。お前あんなしゃるけ眠てルールやんねえがんな俺は。お前ええよ。ああやろうよ。じゃあええよ。ああ決定で大丈夫ですか。じゃあ決定にしましょう。よしやろうよ。なんだお前ら黙りやがってよ。ここでやるの。あなんだお前ここでやるのかお前。ここでやるのか。バラバラにしたろお前。こうがきついてくる。あおいおい、なんでもつかこれ、きしいのこれ。やめろやめろ。はい、終わり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 。これだけ止めんの。
いや、楽しみにしてる。意外に腰が重い。俺だけ止めんだよ。